んです。今日はとっても夏らしいハイビスカスのお花を作ってみたいと思います。今回作るこのハイビスカス、実は少し前の動画のコメント欄でハイビスカスのお花を作りたいんですけど、どうやったら作れますかっていうコメントをいただいて、私基本的に動画の中で作るアクセサリーは自分の技術がちゃんとこう追いつく中で作れそうなシンプルなものを比較的作ってきたんじゃないかなって思うんですが、ちょっとそのコメントをいただいた時に何か夏らしいお花作れないかなって思っていたので、ちょっとハイビスカス形とかが難しそうだなって思ってはいたんですけど、ちょっと今回を機にちょっと挑戦してみようかなと思って作ってみました。ハイビスカスのお花の柄というか模様がちょっと難しかったんですけど、もしよければハイビスカスの作り方ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、ハイビスカスの花びらを作るタカラネイルレジン着色剤マスタード、レッド、ブラックの3色です。そしてお花の形を作るのにゴールドのワイヤー24ゲージを使っていきます。最後にお花の中心部分に使うビーズ、ワイヤーを7センチくらいにカットしました。ハイビスカスのお花の形をネットで調べたら花びらの形がこうふわふわっとしていたので、このワイヤーを少しこう動かして綺麗な曲線ではなくちょっとこういびつな形にしたいと思います。このワイヤーを5本作りました。そしてこのワイヤーを人差し指に巻きつけてくるっと花びらを作ります。でここでさらにこの花びらにゆらゆらっとした曲線をつけたいので、この先が丸くなっている丸やっとこを使ってなみなみの模様をつけます。一度挟んで手前、挟んで奥、挟んで手前、挟んで奥、挟んで手前、挟んで奥、そうするとこんな風に曲線がつきます。そんな感じでちょっとこう自然な花びらの形を作っていきます。これで花びら1枚完成です。同じようにもう4つ作っていきます。次にこのワイヤーの重なっている部分をカットします。で、できた花びらをこうやって横から見てみるとワイヤーが反って曲がってしまっているので、これだと後でマスキングテープに貼った時にレジンが流れ出してしまうので、ワイヤーなので挟んでできるだけまっすぐに直します。このワイヤーのつなぎ目もしっかりとくっつけます。こんな感じになりました。
ができたので花びらの模様をつけていきます。今回は色味が分かりやすいように外側を黄色、内側を赤で作っていきたいと思います。こんな風にまず外側に黄色のレジン液を流します。で次に赤を真ん中に置きます。そしたらさっき作ったワイヤーでこう模様をつけます。今数分ほど仮硬化をして固めました。今みたいに外側に黄色のレジンを置いて内側に赤いレジンを置いて、このお花を作ったワイヤー24ゲージのワイヤーでやったんですけど、中から外へ、中から外へ、中から外へっていう感じでちょっとこうシャッ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 っていう花びらのこう模様を作ってみました。あまり長い時間作業しているとこのつなぎ目からレジン液が少しずつ流れ出てしまうことがあるので、あんまりのんびりとはできないんですけど、こんな感じで模様を作ってみました。今度は3色バージョンをやってみたいと思います。3色バージョンはまず一番外側に薄紫をのせます。中心に向かってだんだんとのせていったら、今度は濃い紫をのせます。最後に白をのせます。そしたらここで素早く細いワイヤーを使って中から外へ、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 こんな感じで模様を作ります。
というわけで、ハイビスカスのパーツが完成しました。ハイビスカスの裏側は、ワイヤーを短めに切っておくことで穴と一緒にレジンで塞がってしまうので、特に裏側こう針金が引っかかったりも特に大丈夫です。あとはこの後ろにこのピアスの金具をこんな風にくっつけてあげても良いし、またピンバイスを使って上に穴を開けてこのピアスの金具をつけてあげて揺らしてあげる形で仕上げても可愛いかなと思います。今回のこのハイビスカスのピアスで少し難しかったかなって思うのは、花びらの模様を描くところでした。やりやすいのは外側一色、中側一色にしてあげて、この中心から外へ、外へ、外へ、外へ行ってあげると、こんな風にちょっとハイビスカスのこうシャッ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 っていう模様が表現できるかなって思いました。ちなみに今回試作でちょっと色味も見たかったので5個作ったんですけど、このオレンジと黄色、ピンクは2色で作ってます。これ同じ2色で作ったんですけど、真ん中の模様の描き方をちょっと変えてみました。こっちは動画で紹介した通り、中から外へ、中から外へ、中から外への描き方でやってみたんですけど、このピンクは逆に外から中へ、外から中へ、外から中へ、外から中へってこう模様を描いていくと、ちょっと模様が違った感じで仕上がりました。そんなに大きな差ではないので、やりやすい方で作っていただけたら嬉しいです。これは動画の中でやり方を紹介したんですけど、薄ピンクと濃いピンクと白、これはちょっと見づらいんですけど、外側に薄い青で、かなり色の深い青で、一番中心に白。個人的にこのブルーの方が試作で作ったんですけど、うまくできたかなと思ってます。やっぱり3色よりも2色の方が簡単にできたので、おすすめは2色です。今回のハイビスカスのピアス、いかがだったでしょうか。もう一目でザ・夏っていう感じのすごく可愛らしいお花なので、もしよければ参考にしてみてください。このハイビスカス、少しでも可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。明日もまた動画をアップしますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。